どうやって使うかと、うん、あとここの柔軟性が大事みたいですね。付け根で、ここが結構硬くなりやすくて、足首っていうよりもっと下、足首が手前にここのちょっとくぼむみたいなのがあって、でここをほぐしてあげると足の裏というかここがしっかり動くようになるみたいな。で、豪脚な人って本来こう親指からこういう感じで歩かなきゃいけないところを親指が硬くなって下側が上がってしまうので、それはここが硬いから。あ、そうです。ここをほぐしてあげて、あとはここに骨があるんですけど、ここの骨もしっかり皮膚がくっついちゃうみたいなんですね。はい、硬くなって、うん、ここをほぐしてあげて、でこう足を出した時に膝が内側に入るとダメで、ちゃんと同じ方向を向くようにここをしっかり動かせる柔軟性をつけると横脚とかは改善される。でもあれですね、ヒールとかブーツはなんかすごい良くないですよね。だって可動域が少ないですよね。そうなんですよ。なのでここがずっと張った状態になってどんどん硬くなって足の形も悪くなってくる。そうなんだ。吸いながら両手上げて頭上を出ましょう。吐きながら体を右に左側に倒します。骨盤から下は基本の姿勢のままで、足が離れていかないように膝、ふくらはぎを寄せていきます。バランスが取れたら両手胸の前に合掌、吸いながら頭上で合掌です。余裕があれば手をクロスさせて合掌します。右手を、右足を両手の間について左膝を後ろに行きます。つま先マットに寝かせて起き上がりましょう。ここがマットに近づくように両手を組んでから下に沈めていきます。